今夜は遅ざい唐揚げ焼いてる。そしてこれはクリームコロッケみたいなやつ焼いてる。今夜はこれでちょ俺の影がすげえ絶妙に食べ物落としてないな。よいしょ、食べたいと思います。よいしょ、あれやったっけな、あれやったっけ、あった。さあ、金玉かいいわ、なんか金玉がかいい、カサカサしてるわ。よっしゃ、パ、はい、どうもパテモス協会でございます。というわけで髪の毛をね、まあこの多分どうしよう、明日の昼飯動画は帽子かぶっとこうかな。今日切ったんですよ、これバリカンで。はい、まあ、というわけでね、ショートカットパテモソ長編に行きたいと思います。もうこれもね、あのこれ冷蔵庫にいいって言われたんですけど、もうこれちょっとやったんでね、置いてました。どうせ飲むなと思ってたらだいぶ飲まなかったっていうわけね。うん、まあこれでもう今日なくなります。まあもう一本あるんでね、いいんですけど。さあ、というわけでね、こんなクソ寒い時にね、めちゃめちゃ短くした僕なんですけども、ちょっと待てよ、プリン、炭酸水入れて、もうそろそろ焼けるでしょ。クリームコロッケってなんかかけます、皆さん、ソースとか。俺かけへん気がすんだけどな。かけるんかな、どうなんでしょうね。俺なんかかけない気がすんだけどね。というわけで乾杯。キーメキーメ、よっしゃ、ジュージュー言うてるわ。焼けてきとるな、ええ感じに焼けてきとる。じゃあストーブのね、芯を変えとったんでね、ちょっと時間が遅くなって、結局9時回りましたわ。8時に食えてたんやけど、ほんまやったら。うん、で唐揚げね、うん、熱い。ストーブ便利だわ。クリームコロッケって私あんま買わないんですね。グラコロとかもね、あんま買わないんですけど、ちょっと久々に食いたくなって、これカニとなんかのなんかみたいなやつ、うん、赤っ、冬に最適、暑いわ。あ、クリームコロッケなんでね、人生一回も作ったことないんでね、うん、こんな中がねとろっとしたもんね、作れる自信がないわ。あって、うん、もうまいな。マクドナルドのグラコロになったら皆さん食べたりするんでしょ。俺は全然食べないけど、うん、そんだけ皆さんグラコロ好きなんやもんな、こういうのクリームコロッケ的なやつ。ああ。ここ。うん。あ、この熱々うまいな。うん。今日もスーパー行ったらね、
レモン堂のやつはね持ってませんでしたわ、うん、発売中止だけど1月末までとか言ってなんかそんな感じみたいですよ、コメント書いてましたけど、うん、どうですこの髪型は結構潔くつるっといってんやけどね もうハゲできとるからのこれぐらい切っといた方がええんちゃうかなみたいなね、うん、ハゲできとるかあんま自覚ないけど、うん、ハゲてるハゲてる言われっから、うん、もうここね数年どころちゃうか去年ぐらいまで私ロングだったじゃないですか。だしそのロングも勝手に伸びてるからね。ロングにし始めたぐらいからずっと自分でやってますよ今年はだけどね、年明け早々にね散髪行こう思ったんですよ。旅先でどこも閉まってやがってさ、そら1日2日大晦日ちょっとバタバタしてし行けなくてさ、新年こそはね久々に散髪屋で散髪してもらおう思ったんや。結局またセルフになりましたよ。まあしゃあないなこればっかりは、行かないんだもん俺は俺は行かないんだもん。次こそは行こうかな、散髪屋さん。ジュージュー言うとるわ。これがね、あと1本なんですよ。まあこれ半分ぐらい、これぐらいまで入ってますけど、今これ振ったこの辺ぐらいになって、あと1本。今年の夏も出るんですかね、これね。うん、普通に見えもん。この普通にあのソーダ割りでも美味しいよ。これ。うん、食べよう。コロッケ入れよう。うん。この後はちょっともうおでんのねやつを煮込んで火を通してね今日も。もうねおでんはね終わってるんですよ。卵と豚軟骨しか残ってなくて、今日もまた豚軟骨買ってきて。今日からね、またちょっと煮込んでさ、いや、じゃがいもと人参入れて煮込んで、あの、カレーにしようと思ってます。もう、土鍋カレーにしてもいいぐらいかな。うん。だからルーを入れるとね、もう焦げつくんで、カレーにはしんけど、それは煮込んでから最後に、食べる前に、食べるときにルー入れるとか、そんな感じでいいかな。もしくは違う鍋に変えて。すげえ湯気出てるわ。やけどのもとやん、口の中もボロボロなる、これデロンデロになるやつ。うん、こう食べた瞬間に端からもまだ湯気出てたもんな今、うん、あっざっとやで、狂気やな。ああ、うん、むしろのね机がだいぶ仕上がって、もうパソコンさえ写せばもういいよね、ま、パソコンとりあえず写せばいいようになってるんですよ。でいろいろとちょっと来た方買い物してて、あ、違うやん。そうや、俺も買い物しすぎてさ、年末でも、あの、旅行行った時のホテル代俺立て替えてたんですよ。クレジットカードで。で、それを現金で当日もらってたんやけどね、そのメンバーから。そんな金の使ってしまうやん。現金で持ってしまうから。で、クレジットの支払いが来てて、
今回ね。年末年始で引き落とされ、年末にね、ある程度ちょっと入れといたんですよ。引き落とし口座にお金を。入れといたというか、まあまあ、もう普通に入れただけなんけどね。お給金を。でさ、まあ、足りっかなと思って。入れとった金額がね、足りてなかったみたい。なんでそれが分かったかというと、俺昨日お買い物行った時に、あれ、俺どこでこれ使うとかって。あ、昨日や。昨日の夕方ね、ちょっとホームセンターで買い物した時にカード使ったらね、このカードちょっと使いませんよって言われてさ、カード止められててさ、マジかよなんて。違う、楽天のカードが通ったら楽天のカード払ってんけど、俺12月で40万円引き落とされた。びっくりこいた。もうちょっと、久々にびっくりこいたわ。いろいろあるんですよ。まず、あの、いろんなもんの引き落としまくっからさ、うまく。皆さんはボーナス払いかもしれんけど、その瞬間に保険料1年分とかさ、そんなの全部口座から出てってさ、なんじゃかんじゃと、口座見たらね、2800円ぐらいしかなかった。だけど次の1個のカードの引き落としが20万以上あるんですよ。ポン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 買うとったもんもあったし、お歳暮送ったもんもあったし、最近のお世話なんかネットで頼んでおくからね。それが今来るんですよ。じゃあ別に俺、それは買い物してるカードで、他に生活費って使ってるカード、あと楽天カード。大体基本的に3枚使ってるんですけど。怖いわ。今月も多分30万は落とされるわ。お金ってなくなるよね、本当にもう。嫌になっちゃうよ。そんな使ったっけ、俺。ついついアマゾンで買ってしまうのよね。これでもちょっと、今月っていうか先月はちょっと使ったか、アマゾン。あの、アマゾンって出るんですよ。あの、一応その使った、あの、買ったもんとかのあれが出んやけど、で、確定申告で計算するんやな。アマゾンとか。一応 YouTube で使ってるもんもあるからさ。去年やったか一昨年、俺びっくりしたよ。毎月5万円使ってたアマゾン。アホでしょ。60万ですよ、年間。まあ、ただ生活するもんとか定期便とかやっていくからそんなもんあんやけど、それでもバカだな、さ。もうびっくりしたよ。そのなんかレビュー系 YouTuber みたいになってるやん。レビュー系 YouTuber ってもう全部それあれかもしれんけど、俺は全部は全部じゃないからね。経費でいけるわけじゃないから。困っちゃう。全部動画にしていこうかな、これから買いましたやつ。今回はこれがアマゾンから届きましたって。全部ダイボール開ける開封動画じゃ全部経費でいけるかな。俺の必要なもんでも。また今月も、あの、サプリメントが届きました。定期便のやつが今回も届きました。今回も前回と一緒で水サプリメント炭酸水、あ、今回は2ヶ月1回頼んでレモン酢も2本ありましたとか言ってね。これでもう経費でしょうかね。経費でいいんですかね、これね。 YouTube だったらいいけどな。まあそんなこんなでね、もうちょっと支払いが怖いわ。もうだってさ、車検も昨日払ったしさ、結局なんやかんやと支払い40かや。また今月ももう1月と12月は怖いわ。あとあの3月か4月か5月やったかな、その辺の時期のやつも怖いんだよ。保険料、親の保険料もまとめてくるときあるんだよ。
所得税のあれは来るのは別に大したことないけどな、確定申告に関しては怖い。次のボーナス払いっていうのはボーナスもらってないのに、まあ、というわけでパテモス協会節約もしようかな思うんやけどね、うん、一人見ってね怒られないから節約しにくいです。はい、というわけでね、この後ウォーキングデッドを見たいと思います。というわけでパテモス協会でございました。というわけで皆様、これは日曜日の夜ですんで、明日から頑張ってください。ありがとうございました。